最高のおばはんは、文芸春秋より出版されている、林真理子によるシリーズ小説。バツ2の、すご腕女社長である52歳の中島春子が、ウイロ親屋の後継ぎ問題、高学歴女子の恋愛相談、不倫相手に貸したお金の問題など様々な人たちの悩みを決して綺麗児では片付けずに、独特の人生観を引き合いに出して、解決に導く通貨エンターテインメント。 なお、最高のオバハン中島春子の恋愛相談室をコミカライズした東村明子による漫画作品ハイパーミディ、中島春子がコカハナにて2018年8月号から2021年6月号まで連載された。登場人物の名前は原作小説、詳細は東村明子のハイパーミディ、中島春子の設定に基づく。 最高のオバハン中島春子のタイトルで2021年4月10日から5月29日まで毎週土曜23時40分翌0時35分に東海テレビとザアイコンの共同制作により大人のド・ドラで放送された主演は大地真央ドラマでは原作を大胆にアレンジした上でさらに突き抜けた世界観を構築するというこのドラマは制作局。 東海テレビのお膝元である、名古屋市を舞台に、愛知県内各地でロケを行った。主要人物その他ゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話最終話尾後ハイパーミリー、中島春子に関するカテゴリー、最高のおばはん中島春子に関するカテゴリー。ありがとうございます。